はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、今回はですね、まあ、前回のガチャで、手に入れた PSR のね、須藤を使っていきたいと思います。で、須藤の方ね、どうなのみたいなちょっとことを言ったんですけれども、まあ、調べてみたらね、こいつ結構いいんじゃないって思いました。まずテーブルがやる気効果アップテーブルになってまして、固有持ちなんだね。全然知らなかったよ。で、固有でさらに休息骨、持ってるんで、お、なかなかいいじゃんっていう、まあ、そんなところです。で、通常のコツが、まあ、伸び、ジャイロボール、逃げ球、打たれ強さと、まあ、ジャイロボールが結構貴重ですよね。というところで、一応須藤君を中心に考えると、筋徳がディレイドアーム、まあ、不確定ではあるんですけれども、骸骨を持ってないのでちょっと神楽坂君から玉持ちをもらっていきますと、通常イベントで敏捷ポイントをね40ポイントくらいくれるんですよ。なんで今回ルナちゃんはね、走者釘付けを、狙っていきたいと思います。なので、変幻自体は葵ちゃんから、もらって、でただ走者釘付けを直取りしようとするとさすがにきついんで、三田村くんを入れてます。クイックコツですね。で、まあ、最低でもやっぱり1はね取っておきたいんで、サンタ立川入れて通常イベントで、まあ、ここもねクイックを取っていければと思います。あと割とね、この編成だと、まあ、須藤のコツはジャイロボールとかもね被ってたりするんで、打たれ強さも神楽坂くん持ってるし、伸びも立川持ってるし、逃げ球は三田村くんが持ってるというようなところになってます。まあ、少しでもね、被らせて回収率上げて休息コツの方も狙っていきたいと思います。じゃあこれでやっていきましょう。コツがあるね。コントロール立川、伸びがねやっぱりこれも5欲しいんで、練習コツで5個になるとね、まあ、1人で全部回収できるかって言われると結構難しいと思うんだよね。特に休息骨と伸びは2回掴まないといけないんで、神楽坂くん、これは勝ち運は取れないよね。リリースも取れないよね。まあ、やるしかない。キレ、玉持ち、これが来てくれると嬉しい。打たれ強さで、打たれ強さどうする。精神もね余裕があるわけじゃないし、まあ、イベントで手に入れられるといえば手に入れられるんで、まあ、今のところは置いておきましょう。で、ルナちゃんの評価も上げていきたいんだけど、コツがいろいろ来てるね。どうしようかな。まあ大丈夫か。まだ、まあ、ルナちゃんはね星3でね告白イベントが起きるっていうのもいいよね。闘志、あれ三田村くんって1個下なんだっけ。で、ここはもうちょっとルナちゃんでいきましょう。だからね強奪でねちょっとコツを取っちゃうっていうのもありっちゃありだけど、また半分くらいだからね。メンタルに人がいるんで、魅了か。まあ、序盤の魅了もねうまくいけば有効活用できるんですけど、これはスタミナを伸ばそう。体力を回復する。で、須藤は自己紹介か。こいつね全然これも知らなかったんだけど、勉強は学年10位に入るとか頭良かったんだみたいな、そんな印象全くなかったのに。あ、ここ人がいっぱいいる人がいっぱいいる。で、まあルナちゃんも乗ったからいいか。ここにしよう。強奪か。そろそろゲージが点滅するよね。取っちゃうか。そうすると吸血、野球マン、ルナちゃん、神楽坂くん、三田村くん、立川、須藤、シモンか。どう取る。三田村くん、三田村くんにかけるか、
まあまんべんなく取るか。いや、見た目の君にかけよう。クイック5でくれ。よーし、いいね。ってことは立川の通常イベントはお疲れーにできるよね。でまたちょっと評価上げに行きましょう。少し怪我率が若干あるんで、メンタルでバンプはね、ちょっとね、監督評価をね気にしとかないとね、割と後の方で監督評価がキツキツになるケースもあるんですよね。まあ、うまーくね監督が練習に絡んでくれればいいんですけど、これはまあ無難に助けを呼んでいきます。お、いいやつになった。よしよしよし、序盤でいいやつになったのは結構でかいな。そしてここに3人いる。10か、結構上がるね。体力削ってくるね、葵ちゃん。やっぱりメンタルを見るけど誰もいないんで、もう寝ちゃおうか。あとはルナちゃんの告白かと言ってるところに来たね。5億円ミサちゃんってどれくらい資産持ってんだろう。変な城みたいなのってさ、ミサちゃんの所有物なのかな、この学校自体が。なんかそんなようなことを言ってたけど、あんまり読んでないからよくわかんないっていう。神楽坂くんにするか、葵ちゃんにするか。カチューンとリリースは掴んでおいて、闘志結構使うね精神。リリースとカチューンは掴んで、神楽坂くんだなこれは。とにかくコツをください、プリーズ。キレ、オッケー。キレもどうしよっか。今回ね、走者釘付けがあるからね、ちょっと敏捷ポイントの管理が、変化球に神楽坂くんと刺激。あれ、他の人たちの評価ってどうなってる？まだちょっと乗ってない人たちもいるかな。ルナちゃんがね、やっぱりね、評価、初期評価あんま高くないんで、でこういうイベントでもね上がんないからね、まあ、クリスマスイベントではね評価上がるんですけど、通常イベントでルナちゃんの評価が上がらないっていうのがちょっと痛いよな。まあ、ポイントはね、めっちゃくれるんだけど、ここに3人、変化球神楽坂くん、技術もなんか欲しいっちゃ欲しいからな。変化球に寄せるかどうするか、まあ、ちょっとここは吸血はしよう。3ターンで1回寝ないともう絶対無理だから、ルナちゃん止めておいて、ルナちゃんの評価もちょっと上げていくか。よし、コントロールにしよう。ここは確実性を取っていこう。で君たちよく寄ってくるねまあいいんだけどさ、別に。あれ、デートして自然回復で練習できるようになる？どうだろうな。2人いるね27% だからな。須藤もまだか。悩むは悩むな。ちょっとお出かけしよう。まあ 0% にはならないね。コツとかが来てれば全然やってもいいかもしれない。ああこれいいね。お疲れにして、体力回復してタイピンもらって練習しよう。いやでも野球もさ、結構ね、こうやっぱり頭使うスポーツだからね、
ルナちゃん、よしやろう。やっぱ専属のトレーナーとかね、いた方がやっぱり上達率はね上がると思うんですよね。ジャイロボール、そうジャイロボール持ってるからね。なんだっけあいつ、ジャイロボールのやつ、名前が出てる、眉村、眉村を連れてこようかなと思ったんだけど、やっぱりクイックが欲しかったから三田村くんを連れてきました。変化球3人か、 15% か。お守りが必要ないんで、持ってるっちゃ持ってるんですよ、ドリンクを。ただここで投入するかどうかっていうところだよね。15通すか、15だよ、通そう。はい、オッケー。でなおかつ刺激になってるね。一応回復してくれる。まあさすがに練習は無理だけど、一応これってなんか体力量も関係するみたいですね。関係するのが体力とやる気なのかな、ちょっとよくわかんないけど、まあいずれにせよくれるんで。コントロールか、ここは調整に入ろう。ちょっとお出かけして、デートして体力を回復させて、一人でも変化球にいたら刺激しちゃいましょう。クリスマスもね挟んでくれれば、練習しつつ体力を回復しつつっていう感じでいけるんだけど、どうかな、人がいてくれる。おお、これきついよな、来ると。危ない危ない危ない、マジで危ない。で変化球2人、いいね。ちょっとコツがもったいなかったけど、しょうがない。で12月の4週ももったいなかったけど、もうしょうがないか。葵ちゃんが完走したね。まあここでもね、クリスマスで緩急は1取れるんで、最低でも。こんな簡単に着替えられるのこれ。なんか結構大変そうだけどね。よし、変幻自在もかなり掴んだな。あ、立川いたんだ、これどうしよっか。ちょ、バッティングセンターにする。クリスマスにねイベントが起こるからね、マジでクリスマスの回復と被るからね。あんまり回復しないキャラとだったら結構相性はいいかもしれないですね。よし、緩急をつかみましたと。いいねー。葵ちゃんはじゃあちょっと投手は取っちゃおう、3で。投手を取って、で緩急つかめれば4でつかんじゃいましょう。魅了、まあ、ここら辺は何でもいいわ。さてさてさて、じゃあどうしようか。お正月回復するのもありだと思うんだけどね。でそうすれば刺激分ずっと練習できるからね。ここで体力削られちゃったしね。あと2回でしょ、健康に過ごそう。よしよし、頼むぞ小吉。まあ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 いい、小吉でもポイントくれるからね結構。お二人、三田村くんはもうクイック掴んであるからこっちでいいか。あー待って、変化球そろそろ溢れそうだ。まあルナちゃんとの勝負もあるからね。こいつどうしよっか、特技にしよう。玉持ちとかね、運が良ければ。尻上がりか、今回ちょっとあんまり先発を目指してるわけじゃないんだよな。まあいいや、じゃあまあ普通にフォークを4にして、まあカーブにして、あと1つどうしようか、適当にシュートにしとく。
よし、これでいこう。で、2人、まあ、ルナちゃん。じゃ、色ボールは取るか。ジャイロ、ジャイロ。こっちはまた三田村君か。魅了。あれ、そろそろゲージってどうなる？もうこっからの魅了は微妙だからね。内角でいこう。内無双は確かこれ1でしかつかめないんだっけ。三田村君はで、まだ練習できるな。属性を変えよう。おお、須藤まだか。ちょっとな、監督評価も上げつつ B 賞ポイントも少し稼いでおきたい気がするんだよな。あー、でも須藤、これはでも魅了がでかいね。立川がいるからか。じゃあこっちにいいか。吸収いいか。もう次吸収しちゃおう。体力減ってることだし。で、須藤の金徳ですね。ちなみに須藤の金徳ってさ、なんか依存あるの？やっぱ球速か何かかな。まあ、ここはサジを投げるっすね。文武両道の須藤。いや全然そんな印象ないわ。吸血しないと死んじゃうんで115かな。そうすると葵ちゃんとルナちゃんを吸収しましょう。で、バレンタイン前なんで普通に練習をして刺激。まあまだ練習1回目だからね。で、甲冑はねもう取っちゃってあるんで。いや、いいよね経験って。ほんとすごいよね。バレンタインでこんなくれんだよサクスペはね、ほんとね、ルナちゃんいるっていうのがかなりいいんだよね。3人か。まあまだ溢れないよね。神楽坂くんが絡むと結構技術が伸びるね。まあもちろんマトモザーくんの方がね、技術に関しては伸びるんだけど、それでもやっぱり、これどうしようかな。コツにするか、まあ、精神ももらえるのか。コツか。てか監督評価マジ低いな。まあいいや、ちょっとこれにしよう。臨床ポイント稼ぎつつ強化か。強化で置いとく。打球反応。あ、モフモフして体力回復するのか。まあしょうがないしょうがない。やる気がないからちょっと経験点が低いね。ここはじゃあ強化なんでお出かけしてゲージをちょっと調整しましょう。さて、ルナちゃんとの勝負よ。まあ、ルナちゃんもね、別にバッティング的にはそんな強いわけじゃないからね。これでなんかミート B、パワー B、アベレージヒッターみたいな感じだったらさ勝つ自信ないけど、まあ、ミートが C だったらね、まあそりゃまあ弱いかって言われれば別に弱くはないけど、強いかって言われたら別に強くもないし。いや、いいね、経験点くれるね。あれ、これってなんだっけ、属性とか変わるんだっけ。相談のやつか。ちょっと見ます。武者ぶりつきたいみたいなやつだよね。お化け屋敷、剣族、本能、内藤さんで強化。刺激にもできるっちゃできるのか。
矢部くん重い球がもらえる。そういやそうだったな。矢部くんに相談しよう。で、夜中の通販、これですね。これが通常イベントになるんで、まあ、選択肢がね、断固が出てくるんですけど、この中で、縄跳びを選ぶと臨床ポイントがもらえます。42ポイントか、まあ、多分 PSR だから42ポイントもらえて、35だと40じゃないかなって思いますね。で、強化、ここも悪くはない、ここはまんべんなくもらえるね、人がいっぱいいるから。ちなみに27か60、100はいかないくらいか、じゃあここにしとく。スタミナよし、まんべんなくもらおう。で、タックコントロール、お、いいねいいねいいね。ブラッドタックプラス通常タックで回復もさらにできると。あ、初ブラッドタックか。おー、三田村くん、いいね。ちょっとまた変化球ポイントが溢れそうな感じはするけど、まあまあまだね、魅了は全然大丈夫。属性変えていけばいいんで。監督評価だね。ちょっとまずいのが、ここはリリーフ投げないとね。アプリの方だとさ、出番がなかったっていうの多分ないよね。サクスピはね、出番がなかったとか言ってくるからね。ちょっとめんどくさいけどプレイしていきましょう。で、あれ、俺なんだっけ、カーブがあるんだっけ、あとシュートか。とりあえず全部4にしとこう。よーし、須藤のコツが全然回収できてないのか。こうなんか須藤があんまり生きてないよね。タックも組んでないし、まあでも臨床ポイントはねもらったんで。コツが来てるね。まあ一人だったらこっちだな。須藤になるか三田村くんになるかはちょっと分かんないけど、球速コツくれ。うん、こっちか、逃げ玉掴んどこう。青ちゃんやる気は上げてくれたけど体力を持ってかれた。コツがあるね、須藤。よし、逃げ玉はもらっておこう、もらっておこうっていうか掴んでおこう。逃げ玉掴んでポイント強化。あれ、ゲージってまたまたゲージゲージ言ってるけど、よーし、とりあえず3できたね。あ、まだこれ最初か。全然走ってなかったんだな。で、強化。ここにいっぱい人がいるね。変化球技術、そうだね、ここも全然守備人がいないんで、まあこれにしとくか。ちょっと待ってね、本当に監督だな。そうするとまだ監督評価100ないんじゃないか。100はあるか、さすがにあったか。これ死んじゃうね、ただ死んじゃうよ。やっぱね、練習レベルが低いからか、あんまり経験点もらえないね。バンプはなんかちょっと経験点低い気がするんだけど、練習での、まあ、それは刺激で固められるからかな。ちょっとコントロール C くらいにしておこうか。 あと須藤急速上げておいた方がいいの、なんかよくわかんないんだよね、そこら辺が。ルナちゃんのデートって3回目まで行ってんのか。1回寝るか。じゃあうん、須藤とは大違いだな。須藤だったら余裕なんだろうな、あんなテスト。ルナちゃん、まあ、単独、あ、監督がいるね。ちょっと上げときたい、安全圏まで持ってきたい。
うん、追加が起きなかったからね。まあでもあと普通に練習してれば大丈夫でしょう。で、ここまで来たんで球速少し上げとく。ちょっと依存してるかどうか分かんないんですけど、まあ、3で一応もらったんで140いくつまで、141までしかいかないか。まあいいや、上げとこう。葵ちゃん、神楽坂くん、あーどっちにする。葵ちゃんもまだ変幻自在の緩急が1といえば1なんだよね。いやでも神楽坂くんにしよう。玉もっち無理か。玉もちも重いからな。まあそもそもくれるかどうかって言われたら謎だけど、2%、7%か。こういう時はちょっとデートをして調節しよう。で次はね、さすがに怪我率なしで練習できると思うんで。であとは属性がどうなるかだな。これは病院にしておきますか。葵ちゃんとのコンボはまだ来てないね、そういえば。早速来たわ。いやーそれもね、俺さっき知ったんだよ。よし、打たれ強さ OK。 これで打たれ強さはもう気にしなくていいね。よし、ここはじゃあ須藤と練習しておきますか。ほい、はい、魅了。精神練習できるよ1回。魅了はちょっとな、もうここまで来ると嫌だな。あ、これ変えられる？変えられるね。評価とか下がっちゃうかもしれないけど変えてこう。これはどれだ、適正診断、吸収にできる、あ、強化にもできるのか。まず夜型だな、夜型にして、どうしようか。吸収もでもありじゃあ、ありかもしんないんだよね。興奮するにして、でも経験点を狙っていくか。まあ興奮するにしよう。で、ここだね、ここは平気にしよう。あ、来た来た来た、どうよ。なんか自分が投げるんだよね。でなんか三振を取れみたいなことを言ってくるから、どうだ、打たれた。玉持ち吸血しようっと。178とかすげえな。3人だけで178なんだ。もう失敗したから女子の血が欲しい。あ、爆弾が取れた。カイドウとかそうだね、あったね。なんでこいつらここに集まるんだ。立川すごいね。でもやっぱり立川強いわ。野球マン重なってくれればな。2人だけでも相当いくと思うんだけど、どうする、こっちにしよう。いやまあそれはしょうがないよね。まあ不確定はね、本当にあとは成功率なんだよね。あんまり高い印象はないんだけど。ルナちゃん監督が微妙に足りないけど、まあまあまあ普通に練習してれば間に合う数値ではあるけど、タックが来てるんでここにしましょう。くまなく観察すると低めが来てないね。低めが、三田村くんキックをくれたのはいいけど、低めをくれ、低めを。ゲージはまだ半分ちょいあるか。刺激、まだ寝て大丈夫かな。7月に
一回デートすれば間に合うよね。うわ、また体力を削ってくる。これもね、最初の方に起こってほしいんだよね、やっぱり。神楽坂くんか。もう神楽坂くんはあんまりしつこく追う必要はなくなっちゃったんで、あと一回だから寝よう。ここは寝る。チュンチュン、おい、こっちかよー。全然回復しない。レバニライベントだったらな、回復したんだけどな。で、7月の1周。三田村くん、これ練習はできるね。練習はできるけど、ダブルタックをくっつけときたいっていうのもある。これは悩ましい。ポイントに走るか。そもそも低めって90いくつだよね。低め88か。ここに金徳の経験点が乗っかってくるかな。変幻自在もな、まだ緩急1だしな。脅威の切れ味って取っちゃっていいかな。クイックがあるから、あ、余裕そうだね。いや、わかんねえな。カイドはもう無理だ。これちょっと伸びがつかめてないから、当たり強さはもういいでしょう。いや、これ超悩むわ。でね、アイテムがねあるんですよ。で、アイテム飲めば正直ね3回練習できるんだよね。ただ3回練習しちゃうとデートが1回か。いや、めっちゃ悩むわ、めっちゃ悩むわ。三田村くんってあとだってコツ何？デッキの方で見よう。クイック取った。根性か。根性は直取りする精神力かな。きついからな。根性ないよね。だってそうだね、根性163か。これはこれで厳しいね。神楽坂くんが一緒にいるんだっけ。そうだよね、神楽坂くんがいるから技術ももらえるっちゃもらえるんだよな。吸血変化球にしよう。ここはただ3回練習するとデートができなくなっちゃうん でバンプはね弱いよね、その高校自体が。ここはだから自分でも点を取るしかないんで、あとはちょっとスタミナが全然ないな。まあ、E で行くしかないか。コントロールは B にしておく。あんまり筋力ポイントが稼げてないね。お待たせいたしました。って2点取られてんだけど。どういうこと。うちの君強え。シュートか。とりあえず1点返して、平山くんパワーは C あるのね。よしよしよし。いや、内野くん強いわ。内野くん強い。あれ普通に強いぞ。矢部くん、あー、これは打ち上がっちゃったね。こいつは弱いな。最後に1点取られたのは俺じゃないはず。もう変わってるでしょ、さすがに。実績点3とか。で、2タックか。2タックだったらちょっとデートを終わらせておこう。よし、からデートが来たらかなりきつかったけど。で、ここはもう走者釘付けでいきます。金徳をね取れてないんだよね。割と置いておいてるんで、一応80は稼げるのか。
36、まあ、5になればだいぶ抑えられるね。確かね、直撮りしようとすると120必要なんで、120の直撮りは無理だよね。よし、これでキレのフィニッシュポイントも大丈夫で、打球反応もフィニッシュポイントいけるね。変幻自在はどうしようかな。いいね、須藤がいるからやる気効果アップが乗ってたね。だいぶ経験点が多くなってる。あれ後イベちょっとやばくねえかこれ、よくよく考えたら。立川が完走できなそうだな。三田村くんね、これもう一回あるんだよね。三田村くんが完走しないっていうのはまあいいとしても、あの金徳取ってあるんで、立川これ完走しない、もしかして。え、そんな重かった、後イベそんな重かったか、葵ちゃんが重かったのか。変化球上げとこう。え、どうする、こんだけあるから4球締め取る。ナックルカーブみたいなのをちょっと取ってみる。じゃあ第2変化球っていうのもね、あんまりいないからね。スプリットにしよう。よし、球速は速くないけど、まあしょうがない。あとは俺が打つ。調作弱えわ、際どーい。あ、しかもそっか、須藤はいないのか。第3球、なんか戦うところみんないないよね。葵ちゃんもいないしさ、立川もいないしさ、須藤もいないっていう、みんな引き抜いてるからな。次の投球、むしろ須藤の方が打ちやすいからね。足打ち、これはヒットになります。ホームイン、バックさらに1点追加、2対0。やっぱ弱い、やっぱ弱い。エンドランが構成したな。あ、強い、ここは辺は強い。強いやつは強いけど、弱いやつマジ弱いわ。バンク追加点、関野君とかよく回ってくるな。2アウトランナー2塁という場面で関野初球を打ちました。取ってこれで3アウト。チェン、てかヒット一応10本も打たれてるんだ。なんとか抑えてはいるけどさ。初球を打った、フェンス直撃、バンク1点入。バンク、え、投げ切った、投げ切ったっぽいな。ここはまあ一応 0% ではある。よし、でこの最後の後イベって起こるか。スカウトさん評価の後、おお、立川が来た、あぶねえ、マジであぶねえ。ま、全イベントはね完走できなかったけど、ちょっと危なかったね。三田村くんがねもう一回残してるんで、でちなみにここはドリンクが投入できるんで、ドリンク投入しよう。あれ、ゲージ的にはまだ大丈夫だよね。まだ大丈夫だね。よーし、いくぜ。吸収、もうここら辺になってくるとね、強化か強奪がいいよね。それかスカウトさんとか魅了しとく。ここもちゃっかりいきましょう。変化球だ、変化球1人減らしてもよかったのか。スプリットも4にしておこう。折り変なしでここまで変化球上げられてるからね。で脅威のキラージ取ったから、まあ、変幻自在は一応まだ置いとく。精密機械もやっぱり150くらいか。低め欲しかったな、三田村くんの低めがな。まあまだチャンスはあるといえばチャンスはあるから。お待たせ、バンク先制
命のチャンスです。ワンアウトランナー2塁という場面で少しカーソルがずれてたね。第3球を投げました。今度は失投回カウンター2ボール1ストライクです。打ちました、いい当たり。このタイミングでホームランにならないの、まずは1点先制。弾道が低いのかな、ちょっと弾道めっちゃ高いな。ストライク4番張ってるし第2球投げた待って待って待って、内藤さんとかどうしたの。第3球、ま、キャッチャーだからさ変えられてることはないと思うんだけど、貝塚もねパワー何気に A あるからね。 A 全然ダメだった。バンプ追加点のチャンスを迎えました。こいつのパワーはやる、あれなんか強いやつ強いね。アウト、バンプなおもチャンスが続いています。バンプパワーとかミートが高いんだっけ。第2球、俺の中ではバンプすげえ弱いイメージがあったんだけど、取ってアウト。なんかちょっと怖いな、1点だからななんとか抑えてるけど。矢部君の能力が霞んで見えるよ。打ちました、いい当たり、ライトの後ろ、バンバウンド、バンブ、よし、ここでちょっと援護しとこう。2対0、関野くんだ、関野くんが弱いんだ。初球から打ってた、ヒット、センターからセカンドへ、バンブ、さらに1点追加。で、内野くんあたりからマジで強くなってくる。打ちました、初球、セカンド取りました、これで2アウト。てかさ、内藤さん出てなくね。内藤さんどこだっけ、ファーストだよね、確か。ファースト誰。4対0、投げた、初球を打ちました、ピッチャー返し、抜けた、人か、強襲か。バンプ、なおもチャンス、初球打ち、抜けた、バンプ、さらに1点追加、首位もあと投げてんね。打ちました、これはいい当たり、めった打ちだな。あれ、ヒット2本しか打たれてない。絶好調だな。で、ちょっと次でね、属性を変えて、最後は、なんか強化とかがいいんだけどな。どうする、これはもうちょっとさすがに無理だな。だって刺激になってもさ、もう無駄だもんね。いや、メンタルは無理だな。内藤さんがいるからあれか、でかいのか。敏捷ポイントもいらないっちゃいらないからな。どうしようかな。まあいいか、これでちょっと刺激だね。ってことは最後に刺激やる必要はないんで、普通に練習して大丈夫か。あれブラッドゲージってさ、あれだよね、ここで減るんだよね。でこの画面だとまだ減ってないから大丈夫だよね、ぶっ倒れないよねと自分に言い聞かせて、で緩急ね、緩急、まあいいか、置いとくか。精密機械も置いとくか。尻上がりとか後半に強くなる、まあ試合のためだよね。もうこいつは完全にあれだな、中継ぎ要員だな。あ、打ち無双取ってねえじゃねえかよ、取ろう。よし、ちょっとここでいきましょう。まあ、いずれにせよこの試合を勝ち抜かないといけないんで、なんでこいついきなり、あれさっきのやつと違う、あれ一緒、いきなりやる気下がってんな。別にいいんだけどさ、こいつもよく回ってくんな。あ、待って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 、カットボールか。あ、内藤さん出てる、絶対さっき内藤さん出てなかったよね。内藤さんね、ちょっとミートがね小さいんだよね。パワーはあるんだけど、パワーってもあるし、まあ、足の遅さはね気にならないけど、打撃をやる分には。そしてシモンに変わってたな。だからここでもう最後の最後でしょ、だここで練習してもね問題ないはず。神楽坂くん、こっちは青ちゃん、青ちゃんすっげえな、さすがに変化球ポイント単独でこんなくれんだ。
一人でこれ70、80くらい稼いでんじゃん。角坂くんとあとコツなんだっけ、奪三振とか、まあドクター系ないから絶対欲しいってわけじゃないんだけど、ただまあ奪三振あればいいからね、知り上がりをくれる可能性があるのか。まあまずちょっと取れるもん取っちゃう、精密機械で変月で取れなくなっちゃったよ微妙に足りない。まあエピログポイントとかを加味すれば取れるんだけど、街道はもう 100% 無理でしょ。タイピン1は欲しいね、せっかくコツ2まで掴んだから。じゃあ重い球でどうするって話だよ。変化球ポイントもだいぶ余らせてんな、技術が足りてないのか。技術が足りてないのか、技術、変化球ここから伸ばして、なんか変化球余りになりそうだからね、こっちにしよう。強奪、いやーちょっと1個遅かったな。そして変化球ポイントかい。でこのあとなんていうの、ゲージがなくなるはずだから、もう今の段階だったら大丈夫だよね。そうそうそう、そういうことだ。お待たせしました。まあもうここで点取られるのはしょう。あ、パワー高えな。またなんだ、また知らないやつが出てきたな。森口くんとか投げました。内角低め外れてボール、カウントはワンボールワンストライクです。ミート F かよ。外角低めフォークは外れてボール、パワー高いとはいえ F はさすがに厳しい。 OK、 平山くんパワー C あるね。バックって打撃力あるんだ、やっぱり打撃力あるわ。内藤さん出てるね、しかも塁に。外れたボール、カウントは2ボールノーストライク。投球は3球目、投げた内角低めフォークかストライク。第4球を投げたボール、外角低めカウントは3ボール1ストライク。第5球投げた、いけ、打った、これは強烈、よしよしよし、うん、なんとか2失点で抑えたか。まあいいでしょう。で変化球だね、ちょっと使っとかないと余っちゃう。変幻自在を取って、変化球取って、あと余ったので振っていくか。ここは中継ぎでいきます。でルナちゃんもね、また変化球ポイントくれるからね。尻上がり、なんだかんだで尻上がり3になったな。で7400と、まあ悪くはないと思います。だいぶインフレしてるからね。昔はだってその7000ってかさ、6000いくのもさ難しかったもんね。やった6000出たみたいな感じだったから。第2ストレートね、欲しいといえば欲しいんだけど、技術がやっぱり足りないわ。で街道とかほんと無理だなまず変幻自在じゃ絶対取りましょう。で変化球ポイントは485、すっげえあんな。じゃあフォークを上げとく、スプリット上げとくか。スプリット上げて、あと手応えがね、取れるんで、ピンショーポイントがあるから手応えを取って、球速上げたいね。ちょっともうちょっと球速を上げたいけど、技術がなくなる。なんだかんだでスタミナが増やせそうだな。 C までいけるか、ちょっと D くらいにしておくか一回。であとどう触れるかだよね。やっぱ技術がちょっと足りなさすぎるんだな。尻上がりは中継ぎだから使わないからね。速球対抗心か、球速がないからな。速球対抗心を取って、あとは弾道が上げられない、
パワーもうだ技術が足りてないんだ、全然技術が足りてないんだ。野手能力アベレージヒッターもね技術使うからね、代打とか無駄だし体当たりとかさすがにだよな。まあポイント消化だね、変化球ポイント余っちゃったねやっぱり。まあこれでいっか。というところで、須藤くんね、なんかちょっとあんまり光らなかったけど、キャラ的にはね悪くないと思いますまあ球速骨もね、くれたし、敏捷ポイントはね40くらいくれるっていうのがねやっぱ結構でかいと思うんで、須藤くんねなかなかいいキャラだと思います。最初の方全然知らなかったんで、もう何こいつ的な感じだったけど、もうちょっとね編成とか変えれば、まあ、ジャイロボール持ってんでね、眉村と組み合わせて、ハイスピンジャイロを取りに行くっていうのもいいと思いますんで、まあいろんな使い道は、ありそうですね、というところで今回はこれで終了したいと思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。パソコンの方は動画右下の登録ボタンから、スマホの方は動画の説明欄から登録が可能です。またツイッターではツイッター限定の動画も配信しておりますので、ぜひこちらの方もフォローをお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。